ハローシルジャパン TV、 じゃじゃーん。もうすぐハロウィンということで、今日はハロウィンのコスチュームで決めてみました。じゃじゃーん。パンプキンのオレンジと黒のウィッチドレスにオレンジのウィッグ付きのハットですもう気分が本当にハロウィン一色だよね。部屋のデコレーションもこんな感じ。トリックオアトリートほら、もう小物まで、ほらこれ光るの、かわいい。小物まで全部ハロウィンで揃えてみました。もうハロウィンが毎年大好きで、じゃじゃん、このハットのね、面白いよね。こんなハットの他にもこんなね、かわいいカチューシャとかもあります私的にはこっちの方が大変身できるので、こっちの方が好きかな。超ロングヘアすごいロングヘアじゃあ他のハロウィンファッションもどんどんこの後お見せしていくよ。じゃあ着替えてこよう。 Here we go change。スカール柄のトップスにフリフリのスカートでハロウィンガールこれはちょっと比較的なんかお部屋でも着れそうなそんなに恐ろしくない服なんだけれども、こんなレースになってワンピースでつながってるので1枚で着れるので楽ちんです。これもなんかハロウィン特有のデザインなので、ちょっとハロウィン気分を味わいたいけどあんまり派手なコスチュームはちょっとっていう人にもおすすめだよ。ハロウィンハットはこんな感じうん、これも可愛いよね。うん、かわいい。なんかもうハロウィンを楽しんでますって感じがとってもお気に入り。じゃあ2番目はスカルのドレスでしたじゃあ次3番目のコーディネートに着替えてきます。トリックはトリートコーディネーターこんな感じ。じゃじゃん。すごいちょっとミニスカートなんだけど、血まみれのドレスでホラー感がたっぷりこれは去年もらったばっかりでまだあまり着てないんだけど、これもお気に入りのコーディネートです。ちょっと奇妙でハロウィンのお化粧と絶対似合いそうだよね。で、紫のこんなカチューシャとも合わせやすい。トリックオアトリートかわいいよね。この水色のドレスがすごいかわいいんだけど、ビリビリに引き裂かれててしかもこんなところから血だらけ、これが結構リアルでとってもホラーで、でも可愛いよね。これも私のお気に入りのコーディネートです。じゃじゃん。血塗られた血塗られたハロウィンプリンセス、じゃじゃん
じゃあ次のコーディネートに着替えてきます。 Here we go! トリックオアトリートじゃじゃーん。今度のコーディネートは可愛いパンプキンのスカートです。それに猫耳をつけていますこれもオレンジ色だからパンプキンのカラーとハロウィンのカラーにとってもぴったりでしょ。じゃじゃん、かわいい私本当にハロウィンが大好きでいろんな衣装を着て楽しんでますこのスカートもお気に入り、うん、パンプキンがいっぱいでかわいい。これもワンピースになってて着やすいハロウィンファッションになってるんだよ。じゃじゃーん、かわいいたくさんのかぼちゃたちがいっぱい。ドゥルルルルルルトリックはトリートじゃあ次のコーディネートに着替えていきましょう。 Here we go。ブラックワンピースと赤と真っ黒の魔女のケープ、とってもおしゃれで本当にハロウィンって感じでしょ。このコーディネートもすごい私のお気に入りなんです。じゃじゃーんなんかもう魔女って感じで、これもすごい可愛いし、これはリバーシブルなので黒でも赤でも着れるようになってます。じゃじゃんで帽子はシンプルなただのブラックです。でこれにじゃじゃん、これにさらに耳をつけるともっと恐ろしいハロウィンのコスプレの完成。これは妖精の耳妖精ドラクラの耳じゃじゃん、このコーディネートもお気に入りだし、この耳もいい感じでしょ。はっはっはっはトリックオアトリートじゃあ今度はまた違うコーディネートに着替えてきます。 Here we go。 キャハッピーパンプキンのかわいいポンチョです。こう帽子をかぶるとキャー耳が取れちゃった。帽子をかぶるとパンプキンに大変身ですかわいいかわいいハロウィンのフーディー、これも長年のお気に入りです。これなんと子供用とかなってたんだけど、私が着てもちょうどいいじゃんかわいいよね。ハロウィンコスプレの時のちょっとした羽織になるかも。じゃじゃんこんな感じです。うん、かわいいねじゃじゃん。じゃあコーディネートも最後のコーディネートに着替えてきます。トリックオアトリート
最後のコーディネートは、あ、リボンするの忘れてた。最後のコーディネートはパープルのスポーキーリッチでした。一番最初に着たオレンジと紫、このドレスが色違いなんだけど、オレンジとパープルとどっちも決められなくて両方買ってもらいました。どっちも似合ってるでしょ。じゃじゃん。みんなはどのハロウィンコスチュームが一番好きだったかな？ハロウィンの時には実際にハロウィンの服を着て、で、あとお化粧もちょっとおっか、恐ろしい、ちょっと恐ろしいメイクアップも楽しんで、ハロウィンイベントを満喫したいと思います。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、いいね、高評価、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしております。じゃあまた次のシルジャパン TV でお会いしましょう。またね。バイバーイ。